はい、どうも、こだわりです。今の動画はですね、今から1年前にね、僕が撮ってた動画です。赤岩市っていうところに1年前勤めてて、まあそこで1周年働きましたみたいな、そういう動画ですね。はい。ね、1年前僕は何をしてたのかというと、こういうふうな動画を撮ってました。まあ、今と変わんないですね。ね、いや、あれから1年いろいろありましたよ。僕もね、結局コロナの影響を受けて、赤岩市で働けなくなりましたし、ね、あれからね、鉄工所に移って、ね、コロナニートを経て鉄工所に移って、で、今スーパーで働いてます。いや、いろいろあった、この1年間。20年ぐらいね、関わってきた友人にも縁切られましたしね。いや、まあでも悪いことばっかりではない。あれからね、YouTube と配信を積極的にしてたらね、視聴者も増えたし、まあ、今スーパーで働いてるんですけど、まあなんだかんだでスーパーでの仕事もね、いろいろ経験してこなれてきてますし、いやー、これからもね、まあ今コロナで大変な世の中ですけど、まあ、これからもね、こういうこの1年前の動画みたいね、なんかなんとなくダラダラした日常がね、これからもね、続いていくんだろうな、続いていくといいですねと。まあそう思う、そんな日でした。はい。じゃあ。